どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はね、お知らせでございます。皆さん、ガズラジ、このガズラジって皆さん知ってますかね。実はガズはですね、ラジオ放送をずっとね、もう1年までいかないですけど、1年近く毎朝365日までやってないけど、配信朝7時からしているんですけど、この度ですね、どなたでも誰でも見られるような形でこのガズラジを公開することに、なりました。どこで今までラジオ放送をやってたかというと、ガズクラブといって、いつもガズレレ YouTube でこのノートの楽譜5曲ダウンロードできますよとか、いろいろそういう風にやってるグループがあるんですよ。そこでですね、毎朝、朝7時から公開していてたんですけど、この度ね、もっとね、多くの人に広く聞いていただきたいというガズクラのメンバーとか、まあ私の思いもありまして、もう誰でも聞ける、ラジオ放送に変えていこうということで、スタンド FM という、サービスを使いまして、こんな感じになってます。これね、アプリがあったりとか、まあ、URL でも聞けるんですけど、ぜひね、こちらで毎朝配信していくんで、皆さんも聞いていただければと思って、その告知なんです。でね、そのことちょっとね、ブログに書いたんで、ブログここにちょっとリンク貼っておきますね。概要欄にも貼っておきますけど、そこにいろいろ詳しく書いてあるんで、どこの行き先とか、ぜひラジオ配信、これなかなか楽しいですよ。毎朝1曲か2曲ガズレレ YouTube で取り上げた曲を弾き語りします。これも緊張感たっぷりでお届けするんですけど、それの他にですね、ガズはですね、いろいろこう人生の中でも本当に白血病になっちゃったり、いろいろ病気になって大変な経験があってんで、その楽しく生きるとか豊かに生きるっていうことをすごく大切にしてて、そんな日々の気づきとかね、いい話、朝から元気になっちゃうモリモリの楽しいラジオ放送を、引き続き続けていきたい。まあ皆さんにとってはもう初めての放送かもしれないんですけど、始めていくことになりました。はい。なんか今言いますけど、先ほどのリンクとか、この概要欄のところに、細かくというか、行き先っていうか、ラジオ配信のやつが書いてありますんで、ぜひチェックしていただければというふうに思います。この夏前にね、ラジオ放送はまあ、本格的にというか、もうあらゆる人が聞ける状態で始められるというのはすごくね、嬉しいし楽しみにしてますんで、毎日の朝のちょっとした隙間時間、もちろんアーカイブでね、いつでも聞けますよ。夕方でも夜でも聞けますんで、ぜひこれから毎日ちょっと10分ぐらいお時間をいただければというふうに思います。楽しく音楽していきましょう。それではガズレレからのお知らせでした。さよなら、バイバイ。今映ってるウクレレ、ガズの初めてウクレレ、ガズのわがままウクレレ、ウスレレ、セミオーダー、これすべて今事前予約注文と、ガズの初めてウクレレだけはもうすぐに販売できる状態になってます。ここにリンクはちょっと貼っておきますんで、このリンク先ちょっとご確認ください。あとですね、リットミュージック社からリリースされているこのガズのいろいろ本、楽譜の本なんですけど、もうシリーズ累計12万5000部突破になっています。そのね、この新しいシリーズの本がこの青いジャケットになって7月に登場します。ただいま予約受付中です。このことの詳細も概要欄に貼ってますんで、ご確認ください。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、この横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方はこれ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかのこれコンサートサイズも入りますよ。このウクレレは、このガズレレ 2way リュックの詳細は概要欄のところのグッズ用のところに貼ってますんで、ご確認ください。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。